こんにちは。今回は僕の大好きな日本のロックバンド、エルレガーデンとボーカリスト、細見武史さんについて紹介してみようと思います。エルレといえば日本のパンクロック界でもかなりエモーショナルでメロディックなサウンドが特徴のバンドで、2000年代最初に流行った泥臭い青春パンクバンドから抜け出し、女の子でも聴けるおしゃれでかっこいい日本のメロディックなパンクサウンドを作った第一人者じゃないかと僕は思います。エルレガーデンの魅力といえば、やっぱりボーカルの細見さんで、彼の英語の発音や歌唱力、セクシーな歌声はめちゃくちゃかっこよくて、彼の歌声を聞いてキュンキュンした女性も多かったんじゃないでしょうか。当時僕はエルレの音がめちゃくちゃ好きだったんで、彼らの DVD が発売されてすぐにタワレコに買いに行った記憶があります。個人的に好きなアルバムはブリングやボードとライオットオンザグリルで、曲で言うと好きな曲がありすぎて選べないんですが、強いて言うならジターバグ、金星、スーパーノバ、メイクアウィッシュ、バタフライ、ミッシング、メリーミー、サラマンダ、スペースソニック、高架線、いやちょっとありすぎですね。まあまだまだ上げたらきりないんですけど、ほんとここまでいい曲で埋まってるアルバムを出しまくってるバンドって少ないんじゃないかなと僕は思います。最近は聞いてなかったんですが、リクエストがあったり動画作成する中で久しぶりにエルレを聞いたら、やっぱり初めて彼らの曲を聞いた時みたいに体がゾクゾクしました。やっぱエルレっすね、かっこいいっす。ただ最近 YouTube をチェックしてみると再生数が思ったより伸びてなくて、めちゃくちゃびっくりしました。個人的に彼らもっと伝説的なバンドになっていいと思うし、今の若い世代で広まればまだまだ伸びると思うんですよね。普通に1000万回再生はいけるバンドだと僕は思います。なんでもしエルレを知らない方がいたらすぐに聞いてみてください。もしあなたがロック好きでワンオク好きなら絶対彼らを気に入るはずです。さて今回はそんな魅力的なバンドエルレガーデンの成り立ち、そしてボーカリスト細見さんについてさっくりと短くご紹介したいと思います。彼らについては参考記事が少なくてさっくりした紹介になるんですが、なるべく彼らの良さが伝わるように頑張ってみます。あと他にもこんなエピソードあるよとか、あのライブが最高だったとか、まあ知ってる方いらっしゃいましたら、知らない人とかこれから聞く人へ向けてコメント欄で紹介していただければなと思います。それでは行ってみましょう。エルレガーデン、通称エルレは1998年大晦日、千葉のライブハウスでスタートします。エルレガーデンのメンバーはボーカルギターの細見武史、ギターの生方真一、ベースの高田雄一、ドラムの高橋弘隆の4人組で構成されています。今回の主役ボーカルの細見さんはというと、1973年2月22日生まれで千葉県香取市出身です。細見さんは中学生くらいから洋楽ばかりを聴いていたそうで、オーストラリアのロックバンドインエクセスや、アイルランドのバンドシン・リジー、アメリカのオルタナバンドサード・アイ・ブラインドやウィーザーなどを聴いて育ったそうです。特に彼はサード・アイ・ブラインドが好きだったそうで、彼らのアルバムジャンパーは細見さんの人生の中で一番聴いたアルバムだそうです。その後彼は高校に進学、しかし彼は高校を中退し、その後工場のバイトなどして働いていたそうです。そんな中彼は独学で千葉県にある神田外語大学に入学、ここで英語を学びます。僕の友人にここの大学出身の友達がいるんですが、彼曰く細見さんはめちゃくちゃ真面目に英語の発音など勉強してて、英語の発音が上手いのはここでしっかり勉強したからだって聞いたことがあります。しかしノンネイティブでここまで発音ができるってすごいですよね。ちょうどその時彼はバンド活動もしていて、当時の彼らのバンドはデビュー話が出るほどまで成功していたそうです。しかしデビュー直前になって、細見さんが音楽業界の大人たちと絡んだ時に話がつまらなすぎて、細見さんは一度音楽をやめることを決意します。まあなんか価値観の違いとかがあったんでしょうね。その後彼はアメリカに渡り、サンフランシスコでプログラマーとして働きます。しかしこの仕事は長くは続かず、彼は日本に戻り会社員として生活するようになります。そんな会社員時代に、その後のエルレガーデンのギター生方さんからバンドをやろうと声をかけられた細見さんは、趣味で続けるならいいよということで彼らのバンドに加入することが決まります。当時生方さんたちのバンドは女性ボーカルを探していたそうで、当時女性もターゲットにしようと試みていたバンドのコンセプトから、女の人にも人気になった理由じゃないかなと僕は思います。そして1998年大晦日、初ライブの開催が決まり、ドラムの高橋さんが千葉のライブハウスでライブチケットを印刷するときに、バンド名を決めなければならず、
決めるなら個性的なバンド名にしたいと、辞書からエルルという賢そうな響きの名前とガーデンという少しバカバカしさを感じる組み合わせを引き出し、この時エルルガーデンというバンド名が誕生します。ついに活動をスタートさせた彼らは2000年5月自主制作ミニアルバム Stupid を発売。その後彼らは渋谷などでライブを行うようになり、2001年5月にはファーストミニアルバムエルレガーデンをリリースし、インディーズデビューを果たします。そして彼らは2002年4月にファーストフルアルバム Don't Trust Anyone But Us をリリース。このアルバムは英語歌詞でメロコアなサウンドの My Favorite Song が入っているかと思えば、日本語歌詞のサンタクロースとかも入っていて、パンキッシュでメロディック、それを日本語で伝えることのできるエルレらしいアルバムに仕上がっています。エルレは細見さんの歌のうまさと声の良さもあるんですが、楽器隊が遊びすぎないで彼の声を引き立てて統一性があるところも魅力的だと思います。その後彼らは2003年にセカンド、ブリングやボード、2004年にサード、ペパロニクワットロ、2005年にフォース、ライオットオンザグリル、2006年にヒフス、イレブンファイヤークラッカーズを次々と発表。メロディックでセンスのいい彼らのアルバムは次第に人気となり、2006年のヒフス、イレブンファイヤークラッカーズについては、ついに日本のオリコンチャートで1位を記録し、一気に日本のパンクシーンで超人気バンドへと上り詰めます。そんなノリノリで絶頂期だったエルレガーデンですが、2008年5月2日、オフィシャルサイトにて突然活動休止を発表します。休止の理由はバンドのメンバー間での価値観のズレだとか言われてますが、真相はよくわかっていないそうです。誰か知っている人いたら教えてください。僕は彼らが休止を発表した時、もうハイスタみたいに帰ってこないんじゃないかなって思ってました。しかし、それから10年後、2018年5月10日、彼らはなんと10年ぶりの復活をオフィシャルサイトにて発表。細見さんもブログで、ただいま、全員笑顔にすっかんな、とつぶやき、エルレは正式に活動を再開し、今はフジロックに出演したり、ツアーを行ったりしています。ちなみに僕はエルレの復活に全然気づいてませんでした。リスナーの方の中にも知らなかった人いるんじゃないでしょうか。まあ、とにかく復活してよかったです。現在の細見さんはというと、復活したエルレガーデンでの活動を始め、休止後の2009年、彼が作ったバンド、ザ・ハイエイタスや、ブラフマンのトシローとのユニット、ザ・ローエイタス、そして J-POP をパンクカバーすることで有名なアメリカのパンクバンド、アリスターのベースボーカル、スコット・マーフィーと、モノアイズというバンドで活躍しています。個人的にモノアイズはノーエフチックなメロコア感があって、すごい好きです。いかがでしたか？エルレガーデンの復活は僕最近まで知らなくてめちゃくちゃびっくりしました。今はツアーだけの活動中みたいですが、また彼らの新しいアルバムを聴きたいんで、今後のエルレの新曲に期待したいと思います。やっぱエルレなんで次もかっこいいやつ揃えてきてくれると思うんですけどね。次に期待です。今回はロックバンドエルレガーデンとボーカルの細見武さんのさっくりとしたご紹介でした。気に入った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。